自分がどんどん追い込まれていくと思うんですけども、結局他人の評価の中で生きてるだけで、 あなたの人生が別に否定されてるわけではないので、まずは他人の評価を気にしないようにしてほしいなと。まあその上でもうやってられないなっていうところまで行っちゃったら、もう会社辞めちゃいましょう。で辞めて何が不安ってやっぱりお金だと思うんですね。でもお金がなくてもほどほど大丈夫って言い方、しかもその方が幸せだって言い方はたくさんあります。それは例えば地方に行けば家はただ同然で借りれたり、食べ物は物々交換できたり、ね、土地も空間もあるから例えば物を作るってこともできるし、土地があればお米も野菜も作れる、うん、で人が少ない分だけ、地方は人が少ない分だけあなたの役割が増える。そしてそうやってやっていくと収入が、じゃない、出費が少なくなりますから、収入が小さくてもいい、収入が小さくてもいいなら小さい仕事を起こせる、小さいなりわいを起こせる。そして小さいなりわいを起こすまでいかなくても、地方にも、まあ、コンビニやスーパーや農家の仕事やそれぐらいの仕事はたくさんありますから、まあそれは仕事と割り切ってアルバイトとかフリーターでも大丈夫なわけです。そうすれば田舎に行けばそういう価値観を変えた生き方をすれば、健康で美味しいものを食べて美味しい空気を吸って時間もたくさん余ってて、それなりに幸せに、そして誰からもなんていうのかな、圧力あることなくストレスなく、大きい家で楽しく暮らせる、まあ、そういう人たちがたくさん地方中に散っていって、活躍して生きてますから、まあ、そういった生き方をご覧になっていただく、そういう選択肢があるということを知れば、会社で頑張らなくてもいいし、辞めれなくても、ああもしきつくなったら地方に行けばいいんだと思えばいいし、実際に地方行ってそういう方したら本当楽しいし、ぜひそういう生き方の選択を知ってみてください。